やばいよね。別れたらええのにってマジで思うんだけど、別れないんだね。人間ってすげえや。かわいそうだよね。ケーキも、アンプレも何にもない。金ないからな。でも毎月5、6万、5万ぐらいは課金してるよ。携帯代。携帯代だってどうせ2万いかんでしょ？ネットやりまくっても。まあ、一応 5GB、50GB ぐらいあるんかな。収めるでしょみんな。Wi-Fi の環境の下で。それで5、6万いくって、課金に4万円ぐらい使ってるよね。それでタンプレ、ケーキも。あっちゃんかっこいい。デンちゃんかっこいい。みんな俺これ今何？やべ、記憶がない。これパーティーだよね。これ何パーのパーティー入ったんだろう。ゲームに課金するのに、ヨッチには課金してくれない。いや、課金。人生ゲームや。リアル人生ゲームや。このレベル帯でレオ使うのってなんかあれやな。しかも俺さっきのチーム、解散はしたいんか。あ、解散はしたいわ。うん、この幸運寺の名前が見覚えあるもん。でも幸運寺抜けたんちゃう？のせいか、まあ、いいか。この地の痛みをみんなに。振り負け。ナイス。ナイスバー。ナイスバー。ナイスバー1。何これ、どういうこと今の、あいつの操作トロすぎてびっくりしたね。このコインではトロすぎて。何あれ、何あれどうしたらいいの、あれどうしたらいいの、あれ、おい、救助されたよ、救助されたよ、レオちゃん全員大集合や、みんな大集合や、みんな大集合、うわあ、大集合、ナゴさん、うわあ、幸運寺がなぜか消えた、なぜか幸運寺がどっか行ったわ。タケちゃんや、タケちゃん、タケちゃんや、タケちゃんや、タケちゃんや、ハッチや、パッ、幸運寺回復完了でございます。このランク帯みんな来るんやな、マジで。まともに解読してくれない。解読してたらもう終わりなのに。ステイン見えるね、あそこ、ステイン。ステインだけ見える。ハンターこれ、止まってんちゃうか。ステイン見えるよね。バグかもしれない。バグの可能性ある。みんな見えるかな？めっちゃ奥やけど。まだある。あ、消えた。今消えた。なんかサイレンのサイレントヒル、ちょうな、うーんのサイレン、なんか外国人が迷い込んだ島、なんか警察官がすごい、なんかお化けかゾンビみたいな感じになってるやつ、ガッチマンが昔実況してたやつは見たことある。サイレン、サイレンの新しいやつ出るよね、 PS5 かなんかで。ドゥーさんこんばんはです。キレイジとイボジです、こんばんはです。ダブルってこと、俺のイボジってやつかな、多分。でギリギリにしてこいつ触った瞬間開くから、こいつほら、マジシャン殺し、いやー
やられた。俺こいつをぶっ倒そうと思ったのにやられた。うざ。うざー、マジで。うざー、あいつ。同じこと考えてた。マジシャン殺しでやられたんだけど。ぜー、くそー。くそー。触れねー。遅すぎる。そろそろ来るんじゃん。レオ、レオ来ない。レオおった。レオ、レオ、あ、切るの早い。あいつ鼻水出ました。あ、回収して、回収しに来た、回収しに来たんや。うわあ！一家団らん。あ、おっさん、パパが戻ってくる、パパが。パパが戻ってくる、みんな。パパが戻ってきた瞬間に俺でよ。三人や、大集合だ！みんな大集合だー！うわ、すげえ、めっちゃいいアングルやん。やば、サムネやんこれ。サムネ、サムネ。日本語読みにしたらチンチンでも、中国は全然だからね。全然違うこれ。日本語にしたらまあなんかチンコみたいな感じになるけど、中国は全然ですから。チン種のチンね。だから一切問題ない。パンダでチンチンがおってもね。中国語ではチンチンじゃないからな。カクカク。センセンカクカク。石原都知事元。ね、パンダが生まれますが、名前どうしますかみたいな。そんなん興味ねえよ。センセンカクカクでもいいんじゃないかみたいな感じ。っていう YouTube のあれあるよ。記者会見。センセンカクカクでもいいんじゃないみたいな。センカク。多分そんな感じだったけど。カクカク。中国語勉強したいな。この蜂蜜美味しいな。マッシャンファーストチェスでございます。あのね、韓国語がいいな。タイ語より英語。でも英語喋れるなら次の何がいいかなって思うやん。そうしたらやっぱね、なんか、オランダかフランスが結構使えるって言われたけど、フランスかな？ひろゆきがやった。フランス語。結構ヨーロッパ圏でフランスでかいやん。ポルトガルってさ、どこやろ？わかんない。ポルトガル何語？公用語。ポルトガル語か。どっかね、南米じゃない、どこやろ？アルゼンチンとかフィリピン？そこら辺？フィリピンかな？フィリピンの公用語ってさ、なんかポルトガル語入ってるよね。元植民地やったからさ、確かそうだよね。チアゴくんっていう、ね、子がいたんですよ。男の子で。おう。その人はなんかフィリピンで、ポルトガル喋れるんだよって言って、え、なんでって言って。公用語なのって言われて。違ったらしやん。違ったら、じゃああいつがフィリピン人じゃない。もう筋肉もりもりだった。めっちゃ硬いよかった。すごい警戒するじゃん。めっちゃ警戒するじゃん。あれ、これ初心者？これすごい警戒するじゃん。もう今のぶち込んでるよ俺。本来ランクも2回カットできました。こんばんはです。ダブドラさん、こんばんはです。ひろゆき語、それってあなたの感想ですね。そうです、あなたの感想です。
めっちゃ警戒すんな、おい。やばいね、この警戒度。マシャン立ち上がりな。うん、オッケー。中山きんに君、なんで？なんで筋肉が出てきた？です。いや、あ、俺見た。ブラボーという時に筋肉になるやつ。ブラボー。俺、なんか筋肉の顔になるんかなと思ったら声もなってたね。ブラボー。ブラボー。みたいなね。俺が見てるやつよりも再生あったし、それよりも古かった。やっぱそのブラボーのやつを最初誰かがやってからみんなこぞってなんかやるんだね。ね、その素材っていうか、ブラボーの方が古かった。うん。ブラボー。俺が見てるのはあの中友が増えるやつ。だからそれを見て、あ、なんかいろんなできそうだよね。まあ、でもパクリは気持ち悪いからせんけどさ、やっぱでも。乗るのはあるよね、ビッグウェーブに。乗るのはありだと思う。たかがあれで100万再生やんだって、あれ。今後なんかあったら同じように中山筋肉にしたらいい話やん。絶対伸びるよ、ほんまに。ワールドカップ。なあ。簡単にお金入るね、あれこそ。センスじゃんよ。その後に、俺が見たやつだってもう50万再生やからね。中友が増えるやつ、ブラボーっていうだけで。50万再生だからね。俺なんでこのゲーム実況こんなやってさ、で500再生いったら同じじゃん。もうあれ50万再生だからね。なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。はいよ、そっちじゃなくてこっちだよ。ちょいちょいも登録したよね。